ました。後から後から降ってきて、ちょろちょろ小川ができました。いたずら熊の子かけてきて、そっと覗いてみてました。魚がいるかと見てました。何にもいないと熊の子はお水を一口飲みました。お手手ですくって飲みました。それでもどこかにいるようで、もう一度覗いてみてました。魚を待ち待ち見てました。なかなか止まない雨でした。傘でもかぶっていましょう。